はい、皆さんこんにちは。音声翻訳機 YouTuber の中トンです。昨日に引き続き今日もタイ語の学習アプリネモというアプリを使って、これのタイ語の音声をこの新しいポケトークダブルがどれだけ認識できるかというのを試していきます。じゃあやっていきましょう。はい、じゃあまずですね、はい、今日の単語、会話のきっかけ、はい、昨日やったのはここは どこですかなので、ですね、じゃあこの近くの良いレストランを推薦してくれますか、ここからやっていきたいと思います。はい、じゃあまた行きます。ช่วยแนะนำร้านอาหารแถวๆนี้หน่อยこの辺りのレストランを教えてください。あ、これはちゃんとできましたね。結構文章長かったんでどうなるかって思ったんですけど、いい感じで翻訳してくれました。じゃあ次、私は商用で来ました。ฉันมาทำงานที่นี่仕事できました。はい、これも大丈夫ですね。じゃあ次、私は休暇できました。ฉันมาพักผ่อนที่นี่あれ、麺が動き始めました。違いますね。もう一回やってみましょう。ฉันมาพักผ่อนที่นี่私は通りを横断しました。これもちょっとダメですね。じゃあ次、私の写真を撮ってもらえますか。ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยまあこれはいい感じですね。はい、じゃああとはですね、どんなお仕事をしてますか。คุณทำงานอะไรはい、これもいい感じです。じゃあ次、何を勉強していますか。คุณเรียนเกี่ยวกับอะไร。リンダさんはどうしましたか。あれ、なんか違いますね。もう一回やりましょう。คุณเรียนเกี่ยวกับอะไรに乗りますか。これはちょっとダメっぽいですね。じゃあ次、あなたの趣味は何ですか。งานอดิเรกของคุณคืออะไร。趣味は何ですか。はい、これは、ちゃんと翻訳されましたね。じゃあこれですね、最後に、どこに住んでいますかをやってみます。คุณอาศัยอยู่ที่ไหน。どこに住んでいますか。はい、これもパーフェクトに、翻訳されました。ということで、まあ、いくつかやってやっぱり、まあ、翻訳されるものと翻訳されないものがあります。で、どこでどういうふうにこけているのかっていうのは、まあ、ちょっとまだ分かんないんですけど、まあ、こういうのをなんかいくつか続けていけば、なんか傾向が見えるんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、ということで今日はここまでで、今度はですね、はい、この会話のきっかけっていうところは一応一通り、できましたので、次はもっとホテルとか食べ物とかなんか買い物とか、そういうシチュエーション別の会話が、まあ、どれだけこのポケトークダブルで認識されるのかっていうのをやっていきたいと思いますので、ぜひ次の動画も見てください。もしチャンネル登録まだならぜひチャンネル登録お願いします。そしてもし動画が良ければグッドボタンも押してください。ということで今日もありがとうございました。では皆さん、さようなら。